こんにちは、ゆうこです。あやかです。教えて〇〇コーチ、イエーイ。はい、じゃあ今日は初登場のあやかコーチです。はい、よろしくお願いしま す。ということで今日はレディース特集をやっていきたいなと思うんですけど、はい、今日のお悩みはスマッシュを早くしたい。はい、はい、あやかコーチのスマッシュめちゃくちゃ早いなと思ってるので、はい、どうですか、レッスン生さんとかでもスマッシュもうちょっと打てるようになりたいみたいな方いらっしゃいますか、女性の方で。多いですね、どうやったら早くなるのかっていうお悩みは多いと思います。じゃあちょっとそういう方たちのためになればと思います。よろしくお願いします。お願いします。いきます、レッツゴー。こかけオンラインショップ KC。じゃあ、あやかコーチにポイントを教えてもらいたいなと思います。はい、大きく分けてポイントは3つあります。はい、簡単です。はい、まず1つ目が、はいはい、早く下がる。早く下がる、確かにめっちゃ大事ですね。で、やっぱ自分の後ろで打ってたら、うん、速い球って打てないので、はい、自分より前で打てるように早く下がるっていうのが1つポイントです。はい、2つ目、はい、2つ目はリラックスする。リラックスする早く打つぞと思ってうわーって力んでる方ってすごいめっちゃいらっしゃいますね。そうなんですよ、はい、なんかリラックスするってちょっとむず簡単そうでちょっと難しくもあるんですけど、うん、足は早く動かして体上半身はリラックスして、はい、しっかり引いてあげるっていうところになります。なるほど、はい、じゃあちょっと後で説明もしてもらいつつ3つ目は何ですか。はい、3つ目は、はい、体重移動をしっかりするっていうところですね。めちゃくちゃ大変だけど難しいですよね。大切ですけどね。そうですね、なんか一つ考えやすいのが、はい、プロ野球選手、別にプロ野球じゃなくてもいいんですけど野球選手のピッチャーはいはいはい、はい、なんか球を投げるだけなら普通にポイッて投げてもいいと思うんですけど、確かに見てると利き足の、うん、利き手の足、利き足に、ね、重心しっかりかけてそれを左足前出して、はい、その後に後ろの重心を前に出しながら自分より前で投げ切ってる、確かにっていうのがあって、私はその投げ方とバドミントンの打ち方ってほぼほぼ一緒だと思ってるので。そうですよね、あやかコーチのスマッシュの打ち方めっちゃ近いですもんね本当ですか。前に出る感じね。そうです、後ろに溜めたものを前に出す。はい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 、女性は特に腕だけの力じゃなかなか速いスマッシュって打てないので、うん、そうですよね、体重移動とか下半身の力も一緒に羽に加えて打っていけたら速くなると思います。はい、ありがとうございます。はいはい、めっちゃ速いナイス、よいしょ、はい、ナイス、ナイスショー、ナイスショー、ナイスラスト、おの早く下がるってとこですね、はい、なんか具体的にどれぐらいまで下がったらいいとかありますかね。どれぐらいまで下がったらいい、あ、そうですね、はい、落ちてくるポイントのどこら辺とかってありますか。あ、そうですね、落ちてくるポイントを見定めてここから下がるとするならば、はい、早く下がって迎えに行ってあげるぐらいまで下がれると一番理想です。
でしっかりためを持って打てるので、はいはい、相手も分かりづらい、うん、じゃあもう相手が打った瞬間ぐらいには下がり出すって感じですか。そうですね、相手がクリアーとかのこう打ってきたっていう段階で、はい、ある程度落下地点っていうのは予測できると思うので、はい、うん、確かにそこに向かって遠回りをせず直線で下がってあげる。確かに結構シャトルと一緒に下がっちゃってる方もいらっしゃいますもんね。そうですね、はい、すごいもったいないですシャトルよりも早く早く下がって、はい、迎えに行ってあげる。あ、もう待ってて迎えに行こうってことですね。そうですね、わかりやすいです、はい、ありがとうございます。じゃあ次は2つ目、力を抜く、はい、リラックスする、はい、これめっちゃ難しいかなと思うんですけど、はい、なんか特にどういうことを意識してるとリラックスしやすいとかってあるんですかね。でしょう大丈夫です、すいません。とかどのタイミングまでリラックスしてたらいいとかってありますか。打つ瞬間までリラックスします、はい、あ、じゃあもう腕上げてる時もリラックスって感じですか。リラックスしてます、はい、でもただ握ってるだけ力は入れません、うんうん、はいはい、確かにギューって最初からも握ってる方もいますもんね。そうです、ギューってしてると、はいはい、例えばこの状態で素振りをするならばめっちゃ力入れてます、はい、こういう感じ、あ、うまく連動しないんですけど、確かに力を抜いた状態で当たる瞬間にだけ力を爆発させてあげる感じで素振りをすると、うん、はい、早いですね。音がしっかりなるんですね。確かに音入ってほしいね、ちゃんと確かに、はい、スーって、うん、ここまで力抜く、力抜いてる、はい、入れるって、うん、このここだけです。なるほど、じゃあ結構皆さんあれですね、肘をもうテイクバックの瞬間から力入れてる方が多いかもしれないですね。そうですね、はい、ここから打つぞってなってる方、はいはいはい、多いんですけど、そこはもうリラックスしちゃって OK です。なるほど、はい、じゃあ早く下がって足は頑張るけど、はい、上半身は力抜いといてねっていうことですね。そうですね、はい、リラックスするっていうのもそうですし、なんか頑張らなくていいっていう感じですわ、はい、かりました、はい、じゃあ最後体重移動、はい、体重移動はなんかポイントとか、はい、普段打つときに意識することとかありますか。そうですね、まず基本1つ目のポイントの早く下がるっていうのができてれば、はいはいはい、当たるポイントが前になるので、確かにその段階で体重移動はしやすくなります。しやすくなります。確かに確かに、よくいらっしゃるのが、はい、どうしても力を貯めたものを上に振っちゃう人、いますね、はい、ちょっと悪いパターンですね。悪いパターンです、はい、ここからしっかり貯めてていい感じなのに力がなぜか上に行っちゃう人っていうのがいらっしゃるんですけど、あくまで相手に向かって打つので、うん、力は貯めたものを前に出してあげる。なるほど、そうですね、確かに。そうなるとちょっともう一回悪い例いくんですけど、はい、よく打った後に右足を出しなさいってあると思うんですけど、はい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 、上に打っちゃうとなんか わざわざ出さないと出ない。確かによいしょってなるんですけど、確かに足頑張ってる感じ、ね、足頑張ってる感じになります前に、はい、前にっていう意識を持つと自然と出ちゃった、出そうと思ってなくて もう体重が前に行ってるので、はい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 、ちょっと倒れ込むぐらいのイメージでついてきてくれます。確かに今は打った後にもう勝手についてきたって感じですね。そうですね、それができると次の前に入る速さとかにもつながるので、はい、いいんじゃないかなと思います。わかりました、はい、じゃあ皆さんこの3つをポイントをぜひ練習で意識してみてください。やかこっちありがとうございました。はい、頑張ってください、はい、めっちゃ早いナイス、よいしょ、ナイス、よいしょ、ナイスショー、ナイスラスト、おお。